にちは、ブルーホースです。ということで、ね、15年目やっていきましょう。なんかやっぱ5とか10とかってそういう刻みでいくとなんかすごくいいよね。お前、ほんと金が手に入ったらすぐやんな。ということで、はい、もう、春が来た、春が来た、春が来た。そろそろさ、冬眠から目覚めてくれませんかね。14年目さ、もう残り3ヶ月間ずーっと眠りっぱなしで、もう体がガッチガッチになってるからさ、そろそろ起きてさ、もう大暴れしたいところなんだけど、皆さんそろそろ許可くれませんかね。あ、もうお金が手に入ったらすぐ使っちゃうんだから、まあ、でも物件が手に入らない限り、ね、え、何寝てんのか、4ヶ月目だぞ、1年の、いや、くそー、なんで3分の1も寝てやがんだよ。そしてお前はもう、どっか飛んでけよ、ほんと、どっか、はい、止まりまーす、ちょっと都合心、はい、まあ、すぐ借金背負っちゃうんだから、はいはいはい、買った物件も、カードも俺カードも、もう全部売れ全部、はい、お前にカードなんか必要ねえんだよ。あー、そしてスペシャルカードで俺が、しかもこれさ、最悪のことにさ、うんちついてんだよ。うんちついてるせいでさ、もうゴールなすりつけることができないじゃねえか。くそ、しかも星飛びでどっか飛んでくんだろう、どうせあいつはよ。ってことはこうなったら俺がもうすぐにゴールをして差し上げるっていうことしかないですよね。自分の尻は自分で洗いましょう。はい、アナルを穴して見るに見かねたクソがイエローカードカードでなんとか逆転せよっていう、そういう話になってくるのかな。まあお前ごときがカードで逆転することなんか、まあ神様もお天道様も女お許しはいただけませんからね。ということで、ビエービエービエー、これあれじゃん、最終兵器、俺たちのさ、なんだっけ、修学旅行じゃなくて、なんやねん修学旅行って、あの旅行でなんかビエーに行きましょうって言って、結局なんかビエーにたどり着けなくて冬くらい取ったのに、ようやく目が覚めましたよ。ビエーまで12マスということで、じゃあちょっとし、違う、ここで新幹線終了かー、オッケー、これでたどり着くことができちゃうんじゃないか。一旦で俺はゴールをするじゃん。ちょっと待って、ね、北海道の地理が分かってないから、ビエーってどこよ。ビエーン、ビエーン、わーわー、泣いちゃうよー。ビエーどこ、あれ、あったあった。しかもたどり着くことができない、マジか、ここに来てたどり着くことができないという、そういうオチになっているとは。これは津軽海峡大見橋は、じゃあ移動しましょう。パパ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 、お前、現金の方が持ってんだよ、俺今。いらねえって。5000、うわー、しかもこのタイミングでうんち消えんのかよ。ってことは、こいつらどうせ近づいて、あー、レアカーだよー、もし、稼せ。え、なんでだよ、もう俺、寝てばっかじゃん。居眠り社長、運転、もうお疲れ様でございました。事故ってる。うわー、しかも、はー、もう寝てるタイミングでいい。うわー。どうせあれだろう、違うよ、ですよね。もうお前になる予感がしたわ。何、年度をまたぐとあれなのかな、演出がまた入るようになるのかな。もう逃避してる時にこれが起こるって、もうさ、ダブル面白くないの。うわ、2000、高岡さんとか、待って、俺多くない、えぐい、はぁ、6億、ちょっと待ってよ。まあいいや、貸した金だよ、6億なんか。それよりも今の俺のハーのせいで喉がいかれちまったことの方が大変だよ。もう喉ガラッガラだからな。はい、買えよ、買えるなら買ってみろよ。ほら、貧乏人どもが。あかん、にたどり着くのはあかん。マジかよ、しかも限りあるお金で何とかしようという寸法ですか。マジかで、何を手に入れるの、何買うの、何か、こいつ怪獣というか、もう、なんかリニア、次の銀次カードだぞ。やばい、あれ、次の銀次カード、どう、ちょ、もう寝てるだけでさ、たらたらさ、物件奪われていくって、もう究極につまんねえじゃん、もう。いや、何かさ、動いてやられるとかだったら、まあいいよ。あー、深沢諭吉、お前の恩恵を何も受けることなく終わったよ。ちょっと待って、総額18億、もうこれ物件持ってれば持ってるほどえぐいな。独占もなくなるしさ、しかもさ、何これ、あいつ俺が動けないからって油断してさ、
いや、こんな目に遭うくらいだったらさ、てかこんなボコボコにされてんのにさ、1位だからっていう理由でさ、もう眠り続けんなよ、もう。あれ、2ターン、2ターンだけのね。はい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 。はあ、浦島太郎です。はい、 おめでとう。よかったね、小判。これでした。ありがとうございます。18億と6億でマイナス、なんとかあの赤字1億っていうところまでたどり着くことができましたね。はい、ごちそうさまです。お前に貧乏人のお尻をスリスリしてから俺はどっかに行くから、二度と会うことはないけどね。イエローカード使ったんだったらせめてイエローカード止まりなさいよ。買えもしないのに物件に止まってんじゃねえよ。なんてもったいないことしてんだ、バカだわー、マジで。ということで、トミー、長い目覚め、長い眠りからお目覚め鉢ます。ということで、早速なんですが、特急修理使いましょう。もう容赦しないですよー。おらちょっと待って、そもそもさ、たどり着けねえんだよ。ちょコントローラー、ここは何が売ってる、特急カード、いや、周遊の方がいいか。物件修理、ちょっと待ってね、ちょっと待って。あ、でもいずれにせよこいつってなすりつけといた方がいいのか。そうだよね。しかも次のターンスペシャルカードでどうせあれだから。よし、オッケー。ちょっと待って。スリの銀次でやられるくらいだったら、もう買えるだけ買っとこうよ。あー、買えるだけ買えなかったわ。マジか。時のオカリナのあのツインローバー、セクシーダイナモってボディの真似してみました。はい、お前ごときがたどり着くことは、これっぽっちもなーい。潜在地区カードとか手に入れたら、はいはい、金だけ お支払って、はい、貧乏人は貧乏人にどんどんなっていくんですよね。お金持ちはお金持ちになり、貧乏は貧乏にどんどんなっていく世の真理でございますね。なんでお前1億も持ってんだ、しれっといつの間にか。でもな、1億とかさ、数千万程度しか持ってない状態でさ、残念ながらさ、あれ使っても意味がないんですよね。持ち金ゼロカード。もうなんか、売っちゃうかな、持ち金ゼロカード。BA について BA! BA! あれ待って、なんか、見たことあるシルエットだぞ、これ。トレッキングをする場所なのかな。はい。ということで、最終兵器、俺たちの皆さん、キヨさん、富士さん、コウスケさん、ヒラさん、僕とぜひ一緒に桃鉄やってください。一人にはみ出してしまう場合は、僕と同じプレイヤーでぜひお願いします。皆さんの輪の中に僕入りたいです。まあ、極力コラボをしない方々ですんでね、僕みたいなの底辺 YouTuber とか、YouTuber とも呼べるような値すらもないんだけど、うおー、ちょっと待って、こうなったら、こうの、こう、こうかな。68億になります。96億か。あ、なるほどな。そうだよね。じゃあ68億。あれ、全の銀次ってあれなのか、使うのか、それとも、あれかな、どっかのマスに仕掛けるとかなのかな。はい。まあ、ラーメン持ってるのは僕だけです。北方ラーメンでーす。なんかそんな気がした。醤油ベースの豚骨スープ。いやー、もう想像しただけでゆだりが止まりませんな。いやー、でもこのさ、14年目から15、うわ、なんかもう全部いいカードじゃん。新幹線修理だと、ちょっとつ申し、どこまで進むのかな。これで右に進んでったら面白いんだけど。あー、そっちですか。ダダ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 ダーン。あ、なるほどね。貧乏人が貧乏人をつけたっていうことですね。いや、いいんじゃないですか、もう。うわ、ベビーキラーカードかよ。チュッチュ座れんじゃん、これ。ちょっとこの、え、ちょ、待って、ちょ待ってね。4、あ、五所川原結構遠いな。じゃあ、ロイヤル EX で、まあ、3ターンくらいで隣つけるでしょう。くるくる。こっちかーい。あ、ちょっと待って、そっち行ったらダメじゃん、ダメ。絶対ダメ。違う、こっち。逃げる。で、6、5、4、3、2、1。はい、室蘭。うわー、マジかー。うわー、このタイミングでベビーキラー使われるのはきついな。きつくはないけど、別に。どうせ、あれだろ、はした金とか奪われるんだろ。でも、なんか、30% とか奪われそうな予感がする。なんか、10億くらい取られそう、ベビーキラー。でも、あ、所詮ベビーだもんな。赤ちゃんだもんね。ベビーだもんね。で、これどうすんだろ、こいつ。あー、引き連れたまんま行くんだ、どんまい。よいち。うわー、どんどん周遊とかし、かわいい子には旅させろって。はい、新幹線カードバイバイ。あ、トラに翼ね。あ、お前に2倍にさせることなんてできないですからね。今、イエローカード？もっとやることあるだろう。
それともあれかな、カードで固めていきたいっていうオチなのかな。でもお前さ、どうせあれだろ、金も持ってないのに。ですよね、会いやすくなっちゃったんだよな。でも筋の銀次ってさ、あそこで出てくるのかな。そのあそこっていうのはあそこですよ、うん、アワビとか言われてる場所で、違う、そんなんじゃなくて、23、あ、ギリギリたどり着かないですね。そう、そんなところじゃなくて、こっち行って、はい、本州にたどり着きました。3、2、青森到着。ここなんか買った記憶、いや買ってはないのか、まあ、スリの銀次と出会ってもゴールしてりゃ別に関係ねえんすよ。これ何回くらいスリの銀次出会いやすくなってんのかな。ちょ、そこが気になる。よし、5700万、ありがとう。今買ったお金がほとんどページで返ってきましたね。はい、結局あの金に物を言わしてな、物件に物を言わして、私はどんどん金持ちになっていくから、破産させられるものなら私を破産させてみなさい。うわ、いいですね。3億だと。はい、虎に翼、バイバイ。せっかく倍になるチャンスだったのに、さっさとゴールすればいいのにさ、なんかぐち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 遊んでるからそういう風になるんで。あー、買えるんですね。スリの銀次カードを使ってさ、こいつにスリの銀次が出てきたら面白いんだけどね。まあでも880万程度なんかさ、銀次さん出したくないよっていう話かもしんないよね。ということで、これはちょっと待ってね。あー、特急周遊使おうか。ちょ、特急周遊を使って、で、ほい。はい、ありがとうございました。五所川原ゲットでございます。チャラチャチャラチャ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 ラチャチャラチャ。まあ、まだロイヤル EX が2枚あるから特急種類が1枚なくなったところで、これっぽっちも痛くはない。なんかさ、健全にプレイしてるだけなのにさ、とか嫌がらせばっか受けてるだけの俺なのにさ、嫌がらせなんかほとんどしてないけど、まあ剛速球とかしちゃったかもしれないけどさ、だけどさ、なんか普通に考えてさ、あの俺がなんかもう実況してるせいだからかさ、俺がヴィランみたいになってるよね。違うんだよ。お、へえ、糸島、女子人気なんすか。おーし、じゃあ皆さんの写真をパシャパシャ撮りに行くために私侵入いたしましょう。さあ、ということで五所川原さん買いましょう。チャッ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 。で、次のターン、あのまたあの星飛びしていきますんで、はい、残念ながら薬の銀次さんに会うことはできません。いや、さすがにさ、ゴール地点に薬の銀次とかいたからもうたまらん畜生だよね。お前どんだけ待ち遠しいんだよって、どんだけ金が欲しいんだよっていう話になっちゃうからね。あー、そっか、こいつも星飛び持ってんだった。近づいて、しかもなんとか周遊カードみたいなの持ってるからさ、すぐ近くことができるんだ。しかも糸満か、めっちゃ近いとこ行く。ワン、わー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 。あれでも糸満って実際具体的にどこなのかっていうのあんまりちょっとよく分かってないんだよね。端っこいかい。これ近いとは言えないよな。あ、糸満って、あの糸満か。シュレッダーめっちゃ防御かな。ダビングカードはダビングなのか。わーおわーおわーおわー。もう一旦早かったらな、ベビーキラーカードでもっとあれ使えたのに。しかもお前おん、あー、まあいいや、俺から奪うの。あれ、これ全員じゃなかったっけ。ベビーだから一人だけか。うわー、なんか5億とか10億とか。いいのに別に、ありがとう。そして買ったところですぐに払わされるっていうね。ごめん、88マス舐めてんな。88ですか。しかも同じところ行くやん。どうしよう。まあでも行った方がいいか。ロイヤル EX と新幹線周遊だったらどっちの方が早いかって。ロイヤル EX ってさ、あれだよね、七つ星レストランだよね。あの電車のさ、あるじゃん、あの九州一周する鉄道のやつ。はい、ただいま。んで、どうしよっかな。ちょっと待ってね。ウルリン、ウルリン。持ち金かゼロ。お前らも貧乏にすぎて、このカードの使い道がないわ。うわぁ、ロイヤル EX があったら、ロイヤル EX 間違いなく使うんだけどな。じゃあ、特急を買えるだけ買いましょう。そう、周遊を買うよりはるかにこっちの方がお得だっていう気がするからね。よし、じゃあラスト。オッケー、ペペー。8枚ゲットです。1億6800万。で、35マスまだあるから、一旦星飛びして、星飛びできるかどうかチェックして、で、近づくようだったら星飛び使いましょう。で、無理だったら、ロイヤル EX でこいつをぶち抜きましょう。周遊禁止カード？とんでもなく恐ろしいカード手に入れやがった、あいつ。ワッピー特急ハセマシャキチャーチャーチャ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 
すぐ借金背負うんだから本当にもう生計を立てなきゃダメだ。大丈夫、あ、星飛び周囲がいつの間にか1枚になっちゃった。星飛び周囲1枚しかないのはきついな。はい、ということでイブスキまで飛んでいきます。あ、でもこれちょっとさ17マス減ったけど普通に考えれば、あ、そっか、どうしようかな。あー、まあまあまあ、え、あるんちゃって、特急周囲か、特急周囲と星飛び、星飛び、あー、いらない、うん、よし、我慢しよう。あー、終わっちゃった。あー、あ、そっか、いつの間にか3月だった。はい、ということで今回のパートは以上でございます。最後に決算を見て15年目終えていきましょうか。さあどうなるかな。チャーチャチャーチャーチャチャラチャチャ、収益額こんな感じで、すげえな、イーブンってすごいな。あ、逆に収益、そうか、俺めっちゃ減らされたんだ。今年えぐいぞ多分。あ、でも400超えてる、ありがとうございます。391億とかだってね、一時めちゃめちゃ減ったと思ったけど全然大したダメージ受けてなかった。よしよしよし、ついに500億が見えてきたね。来年は500億目指しちゃうぞ、突破しちゃうぞ。ということで今回の動画は以上でございます。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイナラ。